アメリカは、韓国の F-35A ステルス戦闘機を24時間監視しているといいます。同盟国とはいえ、他の国の戦闘機を監視するとは、異例中の異例ですし、ただならぬ理由があるのでは?と憶測してしまいますよね。今回は、アメリカから韓国に引き渡された F-35A ステルス戦闘機について見ていきたいと思います。F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されています。他の国のこととはいえ、やはり気になるのが機密情報についてです。売り手のアメリカが買い手の韓国を24時間張り付いた状態で監視しているというのも、韓国に信用が置けないからとも言われています。しかも、韓国仕様は外側のみ F-35A 戦闘機で、中身は韓国のオリジナル製品ということなのです。つまり、アメリカから買った機体の中身をそっくり入れ替えたということなんでしょうか?外見はアメリカ製のままですから、中身が違っているとは、パッと見ではわかりませんが。韓国については、日本は言うまでもなく、アメリカですら信用していないという現実があります。しかし、F-35A については、アメリカが韓国に売り込んだだけなのも事実ですから、気にかける必要はありますよね。ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を40機目標に韓国に売り込みをしているところです。予定では韓国に総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を購入してもらう予定だったのですが、現在は20機ほど少ない40機に下方修正されてしまいました。24機の調達予定は2020年10月までということです。こんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明しました。果たして本当に確定しているのかはよくわかりませんが、軽空母用に短距離離陸、垂直着陸可能なライトニング B 型を20機程度調達したい方向と聞こえてきます。では、日本の現状はどうなっているのでしょう ?F-35 ライトニング。国戦闘機 A 型は105機、B 型は42機調達することが決定していますから、数だけを見ると、本国アメリカに次ぐ数の多さになっているようです。韓国がライトニング B 型や軽空母建造の意思を表明した背景は当然日本があります。なぜか日本を敵対視し続けている韓国は、海地が護衛艦出雲やカバオ航空母艦化改修を行うことを不安視し、対抗策を考えた末、前述の通りとなったと考えられます。といっても F-35 ライトニング2戦闘機 B 型は世界の動きを見ると、アメリカやイギリスが調達計画から手を引く動きを見せていると言われています。となると、ライトニングの製造企業であるロッキード・マーチン社が、簡単に言えば収入の一つが失われたということになりますよね。ところが、ここに来て韓国が購入の動きです。ロッキード・マーチン社の立場で言えば、収入が補えるということですから、思いがけない幸運が舞い込んできたようなもので、棚からぼた餅とも言えましょう。また、軽空母開発に先立って、韓国側が要求したらしい、設計の前提条件である、情報開示ですが、ロッキード・マーチン社は、契約後にしか見せられないと、当然の対応を示しているのも事実です。韓国は、もともと現在保有している、艦艇の徳島級強襲揚陸艦の後継艦として、以前は、3万トン級大型輸送艦を建造すると、大々的に表明していたのですが、お隣の軍事大国中国に、
韓国が空母を保有していると思わせない配慮のためという裏話もあったようです。輸送艦ですから直接戦闘には関わりがないという言い訳ができますからね。そんな状況下で海地が護衛艦伊豆、元加賀の航空母艦化を公表しました。韓国にとっては格好の理由ができたといったところでしょう。日本への対抗策なら中国の機嫌を損ねることなく堂々と空母を保有できると考えた上で計画を進めたものと思われます。言うまでもなく日本は4州を海に囲まれた島国です。地政上から考えても中国海軍の脅威に対する南西諸島の防衛戦略には限られている陸上拠点だけではなく伊豆も夜加賀によって運用される F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が絶対的に必要なことは明白です。 F-35 ライトニングは重要項目であるステルス性能向上のため燃料搭載量が限られています。ということは他の従来機より航続距離や行動半径が短くなりますし空中給油機も必要になります。韓国の領海というのは日本の約 10% 程度しかありません。仮に北朝鮮領海を加算したとしても約 12% 強ですから、陸上の飛行場から発進する A 型の航続距離、行動半径の範囲に十分収まるということは誰でも理解できるところでしょう。政治的思惑で韓国内の承認が下りたということなら、内政干渉でもありますから外国である日本がそこに口出しすべきではないのでしょうね。余談ですが、実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機 A 型、B 型2種の調達を進めているそうです。しかし、この新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存している傾向が強まっています。というのは、イタリアと中国は関係が深く、多くの労働者がイタリアに来ているのです。イタリアで爆発的にコロナウイルス感染者が増えたとき、中国労働者を非難する声があまり聞こえなかったことを驚いた方も多かったのではないでしょうか。そんなこともあって、イタリアはかなり中国経済に頼っているというのは、注目の一致するところです。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているだけ。なのですが、イタリアはヨーロッパ各国向けの F-35 の組み立て、製造、メンテナンス拠点である FACO を有しています。日本は愛知県にこの拠点があります。F-35 ライトニングの情報を得られるFACOがあり、かつ中国と仲のいいイタリア、この国から中国へ F-35 の情報が漏洩してしまうのではないかという不安がささやかれています。日本にとっては韓国と同じように脅威になりかねないと感じざるを得ません。日本のFACOは三菱重工業が愛知県に開設し、アジア地区の F-35 ライトニング機の整備業務を引き受けています。搭載されているソフトウェアをアップデートすることで、最新能力を得ていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日常的なメンテナンス以外は、必ずFACOで行わなければならないというルールがあります。韓国は F-35 ライトニング2戦闘機保有国ではありますが、反日、感情的が先立つ傾向がある韓国が、政治的な考えからしても、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しています。メンテナンス中に、自分たちの戦闘機データを盗まれるかもしれないという恐れが最優先しているのでしょう。この点も、先々に問題化するというのは、
今からわかっています。いろいろと考え合わせていても、結局は、政治的に韓国は折れることは不可能といったところでしょう。ちなみに、F-35 ライトニング2戦闘機の価格ですが、日本の調達。価格は、A 型、B 型合計147機の平均を決算すると、1機あたり約120億円強となりますが、この金額は、韓国より、3割ほども高い金額です。韓国より購入数がずっと多いのに高額というのはおかしいのではないか、アメリカにふっかけられているのではという多くの指摘があるようですが、前途の FACO 解説を含んだ金額と理解されているようです。つまり整備工場を利用してもらうことで利用料が入るわけですから、収支バランスは取れるという結論なのでしょう。韓国はインドネシアと共同開発予定だった国産 4.5 世代戦闘機について、インドネシアが協力を断りつつあるようで、開発費の負担もあり窮地に陥っているのが現状と言われます。そもそも韓国は日本の約半分の人口なのですが、軍事予算はほぼ同額と言います。この費用を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民がたびたび要求しているとか。今後の韓国軍事産業に関してもまだまだ目を離さずに観察する必要がありそうですね。